確かに。今日話したいことある。あんの？いい。いい、全然いい。私ないから。昨今。昨今。はい、昨今。アナウンサーすらもう AI いらっしゃるじゃないですか。いらっしゃいますよ。CM 読んだりとか。NHK でもやってますよ。で、ホテルとかも、ビジホとかも、割ともう機械だけでチェックインでチェックアウトだったり、人のいるフロントもあるんだけど、大体それで進んだりとかするので、確かにね。で、ファミレス行ってもさ、ロボットを運んできたりするじゃん。来るね。そっちの方がいい時もあるし、けどなんか地元の食堂でさ、券売機導入されたのよ、なんかちょっとだりんだよな。あ、こここれでなくていいのにって、いや店の人の都合もあるのよ、けどここにこのデジタル取り入れてほしくない。まあ券売機ってデジタルじゃなく割とアナログだけど、それでもさ、ちょっとその券売機すらも、全部があの電木みたいので頼めるようになったとしてもさ、なこの店にそれやってほしくないな。買ったらこっちの英語よ、ね、向こうからするとその方が楽だったりとか、人をその分雇わなくていいのかもしれないけど、人の方がやっぱりいいものと、デジタルとか AI とかにこう変わってもいいものと結構あんなと思って。そうね、CM でさ、一回さ、どこだっけ、お茶の CM かなんかで、AI タレント起用して話題になったっていうか、CG じゃなくて AI タレント、人みてえな感じで、あの VTuber みたいなこと、イメージ、あそこまでアニメっぽくない、だから本当に人みてえな顔したし、本当にいる感じ、でもいいよね、スキャンダルないし。それでみんな言ってた、でもさ、私それで言ったらさ、私はスキャンダルある女優結構好きなのよ。あ、見たいし。確かに。ちょっとなんかそうだよ、だってそれも含めて芸能界じゃない、私はやっぱり沢尻エリカちょっと見たいのよ。あー、なるほどね。で、語弊を恐れずに言うなら、罪を犯すとこまではやってほしくなかったかもしれないけど、お騒がせみたいなところでいくと、私は割とお騒がせな人とかの方が身がいあるのよ、あー確かに ね、 なるほどね。それでいくとさ、アナウンサーとかも田中みな実がニュースを読むのか、小島恵子がニュースを読むのか、里村芳美がニュースを読むのかっていうのは、読みのうまさとか正確性だけじゃなくて、そういう人の持ってるキャラクターも含めで、私みたいな下世話な人間は味わい深く楽しませていただいてるところを考えると、意外とやっぱり芸能人タレントアナウンサーとかは楽しみたいなって思っちゃう人間なんだよね。このコンプラコンプラの時代で、守ってる人の方がいいと言われるけど、つい見たくなっちゃうのはちょっとはみ出てるぐらいの人の方が結構私は個人的には好きだったりするっていうのがあって、それがなくなっちゃうのかなって思うと。でもさ、その AI のさ、なんか人物みたいなやつをさ起用したとするじゃん。それ1回目だから話題になってるけどさ、これがさ増えた時にさ、結局その AI だってパーソナルな部分がないと魅力として捉えられないじゃん。ってことはさ、人間も AI もさ同じじゃないと思うんだよね。例えばおちゃらけてる、天真爛漫、清楚ぐらいのキャラはつくけどさ、あの過去にゼンカールとかのキャラはわざわざつけないじゃん。ない、ね、まあ、ちょっとはみ出してるみたいな。犯罪まではいかないけど、過去の炎上経験してる人とか、わざと作るのかな AI で。おお、ちょっとデータ集めて。そういう揺れみたいなものも。お、浮気もしちゃう AI っていう性格にしちゃったらさ、その AI の良さ一個なくなるよね。そうだよね、AI としてのね、コンプラを守るっていうボーダーで、ね、絶対安全っていう、どこが生身の人間よりもいいと してるなら、やっぱそれはインプットしない方がいい気はするけど、でも私はちょっと危なっかしい人とか、つい見ちゃうのよ。スター性ある人ってさ、ちょっとこうなんていうんだろうな、トリッキーな人って多かったりするじゃん、悪いことするのをいいって言ってるわけじゃ本当にないんだけど、なんかこう日常生活の中で真面目にルールを守って普通に生きてる人が、自分にはできないような天真爛漫だったりとか奔放な感じとかをさ、あの見れるところもあったりとかするのが、もちろんそれを嫌だっていう人も、あの下品だとかいう人もいると思うけど、嫌いの人も生まれて好きな人も生まれてるからこそ、よりスター性が輝くというか、私はみんなに好かれてる女優よりもやっぱり沢尻エリカみたいな人の方が、なんかある瞬間急に光ったりとかするのが、なんかうわってやっぱりエリカって思っちゃうとことかがあって、あの不適切のあのドラマもそうだけど、要は AI になればああいうことする人一人もいなくなるんだけど、結局する人
当も一定数それはそれでよかったんだよなって人いるから、あのドラマもさ、うん、ヒットしてたりとかしたわけじゃん。そうなんだよね、あのドラマ深かったよね。でしょってなると絶対安全なものだけが、なるほどな、見たいかっていうと、私は意外とやっぱりそのこう一度過ちを犯したとこからまた人が立ち直っていくところとかもまたドラマがあったりとかもするし、うん、なんかさ、うん、その窮屈になっていってる感じがするっていう意味で、うん、話はちょっと違うのかもしれないけど、この間文化服装学院の入学式のさ、うん、インスタなんか写真かなんか出てきたのね、うん、まあみんな個性的で、うん、よかったまだ文化服装学院にこういう若者が入学する時代であることに私はよかったなと思った。それで言ったら悪いけど、うん、10年前より今の方がファッションとか性とかジェンダーとかには絶対寛容よ、うんうん、だからそこは全く狭まってないと思う。あ、そう、うん、あのし別にオタクも別に嫌われないし、うん、そうね、うん、っていう意味で言うと、そうか、多様性でってこと、多様性は、多様性の方はいいのよ。だけど間違いには厳しくなってる、うん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 、ファッションのさあれはさ間違いではないじゃん、うんうん、自分と違う美的センスとか、うん、自分と違うジェンダーは間違いではないから、うん、そこに関しては寛容だと思うの、うんうん、でも一回間違った人とか、うんうん、ちょっとの間違いとかに対してめちゃくちゃ厳しいじゃん。ちょっとの間違いには厳しいよね、うん、確かに。でも私は間違う人が結構好き、うーん、間違いを愛してるんじゃなくて間違うぐらいやりきっちゃう人が結構好き。ああそういうこと、ね、その勢いみたいのはないから、うん、今のそのタレントさんとかに、あんまりそういう尺度で見たことないから新鮮よ。ああそう、私ゴシップやっぱ好きじゃん、うん、ゴシップのない芸能に全く興味ないのよ。見ちゃうよね。ゴシップがなくなっていった芸能人に憧れますかって感じ、私は。あ、別に憧れるけどゴシップは見たいとは思う。好きになれる？全然なれる。絶対スキャンダル起こさないのもう確定してる人たちに、うん、全然。だって別にあのそこが好きなわけじゃないから、私は美女とかさ。だったら AI 全然受け入れられるね、芸能人に。そうかもしんない、うん、私が好みのより完璧な、うん、でも私は、うん、この役キムタクにやらせんのっていう、そこの人事も人がやってるからさ、そうねそうねっていうものとか、そのも含めで私は楽しみたいわけよ、うんうん、全部自分好みにカスタマイズした世界が本当に美味しい食べ物を出してくれるかっていうと、自分が絶対やらないとか、これはタブーでしょっていうこととかを、今までの芸能とかはさ一方的に受け取るしかなかったわけじゃん。こんな私たちの子供の頃のテレビとかって、うん、SNS みたいにこっちの声も反映されることもないし、うん、ぐらいの時の方が私は意外と好きだったんだよね。例えば芸能はそうだけど、ね、例えばビジネスホテルのフロントは機械化していいけど、うん、老舗旅館のフロントは機械化してほしくないっていう層もいるわけよ。そうだね。私の若い友達とかでいるのはネットで予約できないから老舗旅館は行けない、行かないっていう選択肢してる人もいるのよ、うん、だから老舗旅館の温泉には入りたいし、うん、食べ物は食べたいけど、うん、おかみとかあの仲居さん仲間で入ってきてお茶入れてくれるみたいな、うんうん、あれ正直いらないっていう層もいるのよ、うん、なければ行きたいのにっていう人もいるのよ、うんうん、だからそこもさ人によるわけじゃん。確かに、ね、やっぱりここは人であってほしいっていうのとかもそうだし、うん、今の芸能人とかに対してもそうだし、これどうなってくんだろうと思って、結構英語入ってんだよね。だから私はファミレスだったら機械化されてもむしろ楽みたいな、うんうん、あの回転寿司なんて最近もあのデモクみたいので頼めるの最高じゃん、うん、だけどじゃあ高級寿司でもうあれでもいいのかって言われると、うん、多分ちょっと嫌だっていう人多そうな気はするけど、でももしかしたらある層からすると超高級寿司で伝木みたいなやつで頼めたらいいのになって思ってる人もいると思うのよ、うん、どこだったら絶対人がいいじゃん。じゃあ俺はタレントアナウンサーは意外と AI でもきっと受け入れられる可能性が今のところあるとして、あ、そうだってあっちアニメとかいけるからさ。いや美容師って思ったんだけど、美容師 AI できるわけないよなと思って。え、全然できんじゃない、機械。え、頭なんかこういうのに昔のなんかあれみたいに入れるとバッて出てくるかな。え、むしろさ自分の体型とかさえ変わってなければさ前回と全く同じカットとかにできそうじゃない、 AI だったら。めっちゃ気にとか、あともしくは写真見せた通りにやってくれるとか、こうは可能性はあるよね。何なら AI ダメなんだろう。うわむず。え、私結構人じゃなきゃダメなとこ多いのよ。あ、そういう意味で私絶対電話で予約したいし、それは私は未だにドコモにわざわざ高いお金を払ってんのは、うん、店舗があって人がいるからよ、うん、いやそれはあるよね私は、うん、あのオンライン上でさ新しいさ、うん、いいの、あの予約して全部聞く、うん、分かる。で
ね、これ私に回ってるって、うん、あの人から聞きたい。そうなのよ、格安スマホってさ、うん、そこをカットして人件費分安くもなってると思うんだけど、うんうんうん、私はやっぱり高いの分かってでもデスクあることでドコモに金は払ってるわ、うん、あの服屋の店員もダメかな。あ、そう、 AI は服買いに行ってるけどその人から買ってんだもん、服買ってるっていう。何でもそう、私買うものは基本的にその人から買ってる。スーパーとかは別よ、うん、ただイチゴ腐ってたら誰買いでくれるのかとは思う。このイチゴ誰買いでくれるんですか。 AI はきっと腐ったイチゴを事前にやっちゃうんじゃない。だとしたらよし、服とかはちょっとやだ。人からまだ買いたいものがあるんだ。ある、うん、てか人が良くなきゃ買わない。どんなに好きでもこの人が嫌だったら絶対買わないから。私でもそれで言ったら私それよ、あの私の女優。あ、そっか、うん、私やっぱ作品の内容より誰出てるかで意外と見るから。あ、結構どこの人で自分が選んでるかによるね、うん、なるほどなるほど。何かを説明してもらったりするのは絶対に人がいい。先生もだし、うん、だ AI で先生は多分私無理だと思う。でも 100% 私先生は AI になると思う。あ、そう。その人によって教え方違うって、うん、基本的にはそこは私は格差なくすべきだと思うから、あのこの先生に教わったとかによって情報の入り方が違うっていうのは結構なあれだと思うよ。でもさ、学校生活ってさ、まあ、友達もそうだけどさ、別の親以外の大人を見る機会になるじゃん。いい大人も悪い大人も見るから意味あるわけじゃん、うん、そうだね。だから私はやっぱ芸能人でそれを見れる気はする。ああ、なるほどね、なるほどね。だからそれがそういう意味か、うん、うん、芸能人とかってさ、うん、悲しいけどどうしてもさ浮気して離婚しましたとかもさ、うんうんうん、叩かれるじゃん。叩かれる、ね、でもあれ見ながら浮気ってやべえんだって思うことも結構あると思うのよ。ある、そういうことだよ。身近にさ、そういう親とかじゃなかった場合は特に、うん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 、だんだ、うん、だんだ、それは身近にいなければ特に、わかる、道徳よとか、うん、まあ、かわいそうだけどね、見せしめのようにさ、うん、あのそれはね、うん、捕まっちゃう人とか、うん、なんか叩かれる人とかもいるからあれだけど、でもあれも結構大事だし、だから先生の議論的にはそれはあると思うよ。それあるね、うん、それだ、やっと理解できた。いい先生と悪い先生いるじゃん。悪い先生見て、あ、こういう大人にはなっていけないとか、うん、こういう風にエコひいきって大人はするんだとか、うん、担任はいでもいいかも、うん、あ、担任はいでもいい、担任はいでほしいよ。でも担任も嫌な担任の時あるからな。いるよ、いるよ。し、逆に先生の現場で言ったら、うん、もし自分が先生側だったら、うん、一番 AI をお願いしたいの担任業務な気する、うん、親柄のクレームとか、確かにね、なんかいじめ問題とかは、そう、ね、私に言わないでは、うん、一番先生とか現場ではありそうな気はする。質問に対して AI は答えてくれるのかな。余裕でしょ、だってチャット GPT やんだからさ。確かに、むしろめっちゃ質問に答えてくれそう。あとさ、なんか花みたいなさ、この人花あるよねみたいなさ。いや、そうなのよ。そのさ感覚ってさ、人間だけじゃない、 AI に花は判断できなくない。いや、どうなんだろう、できんのかな。なんか数値化されて出るもんなのかな。あるよね、あるよ、花ある人って。花ある人っているじゃん、ない人もいるしさ、うん、それってでもさ、言葉でなんでって言えなくない、でも正直怖い。私さ、自分で言うのもなんだけどさ、うん、割と花あるタイプっていうかさ、うん、それで、うん、得してるタイプだから、うん、もし厳格に喋りの技術とかいろんなもので判断されたら、うん、私仕事半減すると思う、うん、ごめんけど私も花あるタイプでできてるから。そうだ、うちら割とさ、うん、逆に言ったらさ、花だけでやってるとこあるから、うん、そうなのよ。だからさ、それをさ AI に判断されなくなったらもう私金ないよ。花もでもきっと分析されて数値化される気がする、うん、花ってなぜ花をなんだ、うん、人は花ある人っていうのをどういうところで判断してるんだろうっていう、うん、顔のパーツで判断してるのか、うん、声のトーンで判断してるのか、うん、例えば匂いとか体型のバランスなのか、視覚情報等とか、そう、耳から入ってくるのかとかさ、いろいろあるのかもしれないけど、で私はなんかその機械と人間のバランスな、うん、どこは、いや絶対機械化されていくだろうなけど、ただのわがままなんだけど、ここだけは人であってほしいなみたいのが、これあの、だからどっちのが世の中のためじゃないの、完全にエゴ、エゴね、で自分はここはっていうのがあるなって。私は地元のラーメン屋は早く券売機から人に戻してほしい。あ、でも私地元だからこそ喋りてくねえ時もあるんだよな。喋りてくね、業種の時は本当に機械にしてほしい時もいっぱいあるよ。あるよね。あと、あの機械を理解するのがめんどくさいの、こっちがな、私が、うん、今の一定の年齢より上の人の機械 に対しての拒絶はほぼそこだと思う、うんうん、そうなのよ、うん、機械は多分私を理解してちゃんとやってくれるのは分かってんだけど、私にもうあの10年20年しか生きないなら、もう今までのやり方でやらせてくれっていう人は圧倒的多数だと思うよ。そうなのよ。未だにパカパカ携帯使ってる人とかもそうだと思うよ、うん、そうなのよね、うん、
エクセルとかでさ勝手にあの計算式入れてくれるじゃん、うん、いらねえことすんなって思うマジで私はそこにその数字を入れたいんだから勝手になぜお前が計算するんだやめろって思うエクセル開発してる人泣く話聞いてるよ今もうなんならなんかそういうのをさ全部便利にしたくて頑張ってやってきた機能を今全否定してるからねもう新しいスマホの良かれと思ってついてる機能もやっぱりうちらはさ理解できなかったりするからな本当あれやめてほしい。全てにおいてやっぱり分けたいのは、うん、私がそうやってほしいのと、うん、世の中がどう変わっていくべきかとか、うん、多分10年後20年がこうなるは分けて考えた方がいいなと、うん、そうだね、うんうん、ために公私混同する政治家とかいると、うん、あんたのやりやすいやり方で法律決めないでっていうこととかはやっぱりいっぱいあるから、うん、でも自分の好みとして、うん、一個人として私はこっちの方が好きですわ、うん、許されるべきだと思うからそうだね、うんうんうん、私は私意外と機械化 OK なんだけどタレントの AI 化はやっぱりダメだなっていうことがありました、うん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 、でもやっと理解できた後半であ本当、うんうんうん、そういうことね、うん、きっと私のことを聞いてくれてるリスナーの皆さんも私がアナウンサーとして完璧だから聞いてる人一人もいねえども、うん、なんていうの危なっかしいって聞いてる人の方絶対多いじゃん、うん、危なっかしいって思っては聞いてないけど、うんうん、アナウンサーの職務を正確に果たしてくれる人としての役割はあんま求められてない、うん、求められないじゃん、うん、じゃあそれはなそうでさなおかつさなんかちょっと何かが足りねえからきっとなんかこう求めてくれてるのところはあると思うからそう言われると確かにつまんねえな それはつまんねえよかなと思ったりねあ、うん、やっと納得した芸能界こそ、うん、そうねなんかちょっと私は見てる分としては、うん、ちょっとそのゆらぎを見たいっていう気はしてるゆらぎね、うん、確かにそうねそうね一つこの話題でした、うんはあ、ありがとうございますわかりました、はい、もう一個だけ取っていい、うんうん、ちょっと、うん、どっちか選んでもらっていいいいよいいよこうまずこれは人事は人がやるべきなのかなあ AI まではいかないけど人の器っていうものについてちょっと考えたい楽しもう一個は、うん調べないですぐ人に物聞く人のこと今まで嫌いって思ってたんだけど、うん、意外と一丁紙で調べて聞いてくるやつ一番立ち悪いんじゃないかっていう話ちょっとネットで調べた情報だけを武器にプロに立ち向かう人とかたまにいるじゃん薬のこととか調べて医者に